皆さんこんにちは、森有です。はい、今日は西倉銀座サロンにやってきました。私の友達メイクさんとか結構いろんな人が来ているんですけれども、顔がね、なんていうのこうキュッてキュッ、最大限にこうチュッてちっちゃくなるぐらいな、私結構ねみんなに小顔だねって言われるんですけど、多分体型的な問題で顔ちっちゃくないんですよ。絶対限界まで今日狭めてもらおうかなと思ってやってきました。ということで、ちょっとこれからカウンセリングをしていきたいと思います。森崎愛です。よろしくお願いします。こう人間の骨なんですけど、はいはい、間に縫合線っていうのがあって、でこれがちょっと年月とともに開いてきたりするんで、ちょっと顔のズレが出たりとか、ちょっとだけなんですけどね、どんな綺麗な人でもあのちょっとした歪みであるとか、そういうのは絶対出てくるんですよね。頭蓋骨なんですけど、頭蓋骨の場合は脳みそが中に入ってるんで、あのここ自体を小さくしたりっていうことはできないんですけど、だいたいあと顔の長さもできるんですけどね。顔の長さっていうのはまあ、そんなにいかないです。2センチとかもよく今まで一番いった人で2センチぐらい、全体にこう骨を触っていって短くしていくっていう形なんですけど、こういうことを言うとなんかこう骨を動かすとかになるとすごい痛いっていう、なんかすごい、ね、すごい印象悪いなんかどんなことをやられるのかなみたいな、ガキガキ呼びするから、そうですよね。でも基本的にね、骨っていうのは神経通ってないんですよ、うん、だから骨だけにちゃんと力を与えてあげると全く痛くなく、逆にこういうよくあるじゃないですか、こういうマッサージとかでガーッてやってして痛いっていうのは、筋肉にしか行ってないから痛いんですよ。へえ、はい、そうなんだ。だから骨だけにちゃんとやってあげると全く痛くない、うん、寝てはる人の方が多い、知らない間に小顔になってるみたいな、ね、そうです。例えば頬骨が高すぎて、まあ、僕から見たら全然高くないんですけど、はい、もう全然普通の感じなんですよね。あ、ずれてないですか？いや、ずれはすごいある。ずれはすごいある。ずれはすごいある。ずれがすごいある。ずれはあります。手でやると一番よくわかるんですけど、右の骨のこの骨が左の骨よりちょっと長いんですよ。こっちの方が噛み合わせ良くないですか？すごい、あれ、すごい。こっちの方がよくある。奥はないんですよ、右の。ああ、そうなの。マジですごい、びっくりしちゃった。私この間レントゲン撮ったんですよ、歯の。噛み合わせが悪すぎるって言って、奥歯2本と1本で噛んでるよって言われたんですよ。右と左の奥歯の噛み合わせも良くなるんで、あとあとのそのバランスは良くなってきます。骨が小さくなっても脂肪も筋肉もあるんで、骨にグッとついていくんで垂れることはないんです。あ、じゃあこう下がってくることはないです。3ヶ月したぐらいの時に人からなんか、痩せたとか言われる人が多いみたい。え、この2、3センチっていうのを測ってるんですか？測ります。やる前に。あ、やる前に。よろしくお願いします。はい、細かく見させてもらいます、ね。はい、これやりながら様子見てやりますね、はい、この長さね、はい、で、長さ全部一応サイズだけ測っておきますので。はい、なかなか真上って。17ちょうどですね。これは大きいんですか、ちっちゃいんですか？まあ、身長高いでしょ。160センチです。じゃあ普通。おお、よかった。エラが 13.8 ですね。160ぐらいだ。まあまあ普通ぐらいですね。完全普通じゃないですか。普通の人なんだ。で、それでは始めさせてもらいます、ね。はい、お願いします。はい。あの、なんかキュッてしてる感じがします。ちょっと頭蓋骨。ピシキってくるでしょ。なんか今コキって言われた。全く痛くない。痛くないです。あ、すごいすごい。これ今動いた。上がります。動いた。すごいすごい、なんか なんだろうこのキュッてなりました、今。怖かった今。何どうなってる？あ、本当だ、ちっちゃいちっちゃい、全然違う。なんか全然違う。笑うとこっち歯がこう対抗するんですよ、頑張って。歯がギシギシ言ってるわ。歯変わったでしょ。歯がもう歯がギシギシ言って、こっちがなんか上がりました今。あなたでしょ。めっちゃ今日美味しいご飯食べられそうです。こんなんですかね。おー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 。見てる人の方が結構わかりますね。楽しんでます。楽しんでますね。すごい、うわうわ、すごい入ってってる。やばいやばい。絶対縮んでる。え？めっちゃでかかったんだ、私顔。めっちゃ小顔になったんだ。17で。え？こんだけな、小さくなったよ。
15.6 ですね。え、何センチ？何センチ？1.4。やばー。えらさっき 13.8 やったんですけど。え、やばい。え、やばい。カッパカッパしてますわ。おー、11.5。何センチ減った？え、何センチ減りました？ 23.1 ですね。1回、はい、こうやって13点取る。あー三角になってる顔が。またマッサージを教えするんで、はい、やっといてもらうと結構ね、2、3ヶ月で取れてくるんで。取れてくる。結構これぐらいの感じは。やばい、取ってつけたかもなってますね。はい、ということで終わりました。どうですか先生、歯の噛み合わせも良くなったでしょ。歯がこっちでも噛めてます、ちゃんと、はい、ちゃんと当たるようになって、当たってます。筋肉のつくバランスも良くなってくると思います。これが今日の計測結果です。 13.8 から 11.5 に変わってて、で、頬が17から 15.6 で 1.4 減ってて、ここがだからキュッてしたってことですね。そうですよね。だってキュッて入ってたもん、中に。長さが、でも長さはですね、バランスが。そうです、あんまりやるとバランスが崩れるんで。0.7 センチ。自分で見てもめっちゃ顔ちっちゃくなった感があったんですけど、まあ、周りのメンズのざわつきがやばかったんですもん、さっき。ちなみになんですけど、はい、これって全部いろいろモデルさんとかにもご紹介していただいた雑誌です。もっとやる前、ちっちゃくなるよっていう感じはあったんですけど、うん、ここまで顔割ると思ってなかったんですよ。でもすっごい軽いですもん、今頭が。今現在先お教えしたマッサージとかを毎日やっといていただくと、はい、もし止まるぐらいはクッと締まってくるんで、はい、2ヶ月後、3ヶ月後そうですよね。アフターも自分で楽しめるってことですよね、はい、ちなみに今日のこのやってくれた30分間のでやったじゃないですか、はい、これって次いつ私来ればっていうか。いや、もう骨入れた骨自体は戻ることはないです。さっきこうなんですか、歪んでくるとかって言ってたじゃないですか、はい、まあ、歪み等は多少は出てきますけども、はい、その時はメンテナンスという形でお安くなってるんですけど、一生やったもんは一生戻らないんで、やったもんは一生戻らないんで、やったもんは一生戻らないんで、ずっと持続をして、はい、普通にじゃあ1回だけの料金でってことですか。そうです、1箇所21万円で、ここ21、ヘラ1箇所21万円、頬骨1箇所21万円、あと頭蓋骨に長さで、ここ全部4箇所、全部で4箇所ですね。4箇所、はい、で今日私どこをやってるんですか。4箇所、84万円で。あ、全部やってくださったから、やらせていただきました。いいんですか、84万って。あ、大丈夫ですよ。84万、はい、分割大丈夫ですよね。ということで、もやりと西倉でした。はい、ぜひ皆さん来てください。バイバーイ。よいしょ、せーの、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャン。うち子供むっちゃ見るんですけど。見てね。